どうも皆さんこんにちは、イーサフトです。アヤカとロッティがサイレント情報修正されてる、しかも強いということで、今回は、まあ、アビリティ覚醒をされましたクリスマスアヤカ、そしてサンタロッティについて、まあ、持ってない人はね、アビリティ覚醒のところで見れないと思うんですよね、どういう強化をもらったか。なのでちょっとそれにも触れつつ、なんかね、サイレント情報修正が来てる。アビリティ見てて、あれこんな倍率だったっけなって思ったのがあって、いや、やっぱりそうだよなって思いました。いや、ちょっと見ていこうかなと思います。で、僕は運がいいことに、まあ、二人とも実はいるんですよね。で、二人とも一応星7に覚醒してるので、まずロッティから見ていこうか。で、ロッティはね、まあ、何が情報修正されたかっていうと、LB、まあ、僕はまだ1なんですけど、マックスで攻撃力が2万4000まで伸びてます。いやー、威力高いね。まあ、ただ、威力は高いんですけど、無属性なんですよね、これ。だからね、ちょっとね、使いにくいよね、実際問題。あれなんだよ、属性がないと、デバフとかね、属性デバフとか、あとは、まあもちろんエリアの効果とか、あとは、最近、まあ割と最近っちゃ最近だけど、例えば、そうだな、アビリティとか LB の威力の属性アップとか、そういう恩恵を受けにくいから、まあ実際そこまで火力的には、貢献はできないんじゃないかなとは思ってます。で、その他で言うと、まあ今回ね、アビリティ覚醒が来たもので言うと、これね、アビリティ覚醒のところで見せればいいか。まあじゃあ情報修正来たとこだけちょっと見せようか。先にアビリティ覚醒にしようか。アビリティ覚醒で言うと、ごめんね、ちょっと見づらくて前後しちゃって申し訳ない。まずロッティね。この3つがアビリティ覚醒が来ましたよと。で、それぞれ土と光なんですけど、まあ、土のダメージが3380、そして味方全体に土属性を付与。で、もう一個の方は、まあ、それの光バージョンって感じだね。光属性のダメージと味方全体に光属性を付与。で、もう一個が、これはね、使う機会どうかなと思ったんだけど、魔力70アップの LB ダメ 100% の獣意識ラーを150で、両手部のパッシブが 125%。まあでもな、ロッティの方はどうかな、ぶっちゃけ微妙だよな。まあ絶対使うかって言われたらちょっと使わない。強化的にはいい強化をもらったとは思うんだけど、実際問題な、これを魔法アタッカーとして使うかって言われたらちょっと微妙な気はするんだよね。で、情報修正されたっていうのが、例えばこれなんだけど、まあ、威力がね、7000近くまで伸びてると。まあ6800の、レザード系のチェインで、獣へのダメージアップとか、多分これはその変わんないね。石系へのダメージを 75% アップの威力6800。この辺がね、威力がね、さりげなく上がってる。で、トリプルまでしか使えないから、その辺はな、どうかな。魔法アタッカーだったら4連ちょっと欲しいもんね。だから、威力は上がったものの、使うようになるかって言われたら、ちょっと微妙かな。僕的にはまあ、使う要素はほぼないのかなと思います。ダークビジョンズとかで、本当レザード系のチェインを合わせる役とか、獣、石とかで、チェインを合わせるために、まあ、光属性の魔法、土属性の魔法アタッカーとして連れていくことはあるのかなというぐらいかな。でもまあ、全然いい強化をもらってると思いますよ。10ターンの間、自分の LB200% アップっていう、自分のパッシブも持ってるんですけど、まあ、先ほど言った通り、無属性だからね、ちょっとその辺は使いにくいのかなと思いました。でもまあ、いい強化をもらってると思いますね、本当。まあそうだね、ロッティに関してはそんなもんかな。調整をもらったとはいえ、光属性の味方全体付与とかだったらポネ使うだろうし、土属性だったら、マダム NV マダムとか使って威力もね上げられるか、まあ NV と比べちゃうのがあれだけど、ね、そうなっちゃうから、ロッティの出場機会はまあ変わらずないのかなと思ってしまいます。で、こっちね、クリスマスアヤカが、先にアビカクか、ちょっともうテンション上がってきちゃったからさ。で、クリスマスアヤカは、まあ、これそれぞれね、ギフトキャンディー、氷、土、光が、まあ、全部味方全体に対象が変わりましたと。で、威力が 10% アップがついてきますっていう感じだね。これめちゃくちゃいいよな、氷、土、光。今までにない3属性なので、非常にいいですね。で、エンジェルサポートっていうのが、まあ、精霊系からのダメージを 50%、まあ、味方一体不要を
付与するっていう感じだね。まあ味方全体であってほしかったね、どうせなら。まあまあ NV じゃないからね、そんな強化はさすがにもらえなかったっていう感じですね。いやーでもいいよね、効率値、まあ光、まあ全部、まあポネ、アクスターまだっているけど、いるけど、まあ星7でこの性能を持ってれば十分かなと思いました。そして僕が思う彩香のこれいいなっていうところなんですけど、あの LB、まあ、3ターンの間味方全体のステータス 280% アップ、攻撃魔力ダウン耐性が 100% の HP7500 バリアが付与されますと。いやーいいね、ほんと NV に引けを取らないパーセンテージですね、素晴らしい。で何が他に素晴らしいかというと、これスペシャルギフト、あのね2ターンの間前まではね確かに 110% デバフだったんだよね。だから 120% デバフに情報修正されたのと、物理魔法攻撃時精霊系のダメージを 100% アップバフ、これはねいいね。まあ精霊系のバフで言ったらパッと出てくるのが、まあ、リルム、まあ、リルムはどっちかっていうと魔法パの支援役だと思うんだけど、彩香はね今回これによって物理パの、まあ、バッファーとしても使えるのかなと思いました。いや非常にいい強化もらいましたね。でその他で言うとこの辺は変わってないのかな、うん、あんまり彩香使わないから覚えてないんだけど、この辺も変わんなそうかな。でもどうなんだろう、4ターンの間 250% バフのマイルビー 75% か、まあこれはそんな恩恵なさそうだけど、いやーよくないか、まあ、本当にね彩香はいい強化をもらいましたね。精霊キラー100、そして属性ダウン耐性120はめちゃくちゃいい。で全捨てバフ 280% も非常にいいですね。で彩香に関してはまあ今ね精霊系キラー付与で言うと精霊単体の降臨ってないんですよね、実は今で。精霊系で一番使うのってまあ、カルマラで言われるカルコブリーナマラソン、まあ、ランクを上げるためにやるものなんだけど、まあ、そこで使うかな。でもね悪魔も入ってきちゃうんだよカルコブリーナって。だから精霊単体がいないんだよね、テトラシルフィードぐらいだから、なんかまあ微妙っちゃ微妙だけど、おそらくダークビジョンズで物理の、まあ、氷土光の攻撃、まあ、どれかの攻撃が来て、で相手が精霊系です、で物理が効くですってなったら、いやあ彩香ね第一線で輝ける性能を持ってんじゃないかなって僕はね思ってます。だから彩香はねめちゃくちゃいい強化をもらったんじゃないかなと思いました。まあ今回はねこうアビカクってか持ってないとこうアビカクの画面ってまあ見れないじゃないですか。だから今回はまあそういった人もあこういう強化もらったんだって分かるようにねちょっとご紹介をしたいなと思いました。いやー僕的には彩香めちゃくちゃいいですね。まあただねまあ使う時になるまでアビカクはまあ別に待ってもいいかな。まあこれは好みの問題だけどさ、彩香の見た目結構好きなんだよね、可愛い。ロッティも可愛いんだけどね。いやまあ僕的には彩香が本当非常にいい強化をもらったアビリティ学生、まあそしてなぜサイレント修正にしたのかよくわかりませんが、でもここまで強化されちゃうと2人の NV 化はちょっとなさそうな感じがしてきちゃいますね。その辺はちょっと残念だけど、彩香はな特に NV 化してほしかったね。ロッティとかも可愛いからね、サンタクリスマスは非常にいいですね。いやー今年のクリスマス、まあ、何が実装されるのか非常に楽しみですけど、なんだろうな、何が来るかな。それこそ5周年で来なかったさ、やっぱり桜、あとはなんだろうな、ニコルか、桜ニコルあたり来るんじゃないかな、カルミアとかか来るんじゃないかなとか思ってるんですけど、皆さんはどうですかね。まあ、ぜひ、まあ、これが来ると思いますとかあれば、まあ彩香、まあそれとロッティ、まあ私僕だったらこういった使い方、いやまあできるんじゃない、できると思います、できますっていうのがあったら、ぜひ、コメントしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。